はい、ちょっとお茶ばっかりざんす。今来た。ああ、はじめまして。おかえりなさい。ちょっとやって終わりにするわ。お茶ばっかりざんす。今日は盛りだくさんだ。おかえり。精神やかいざんす。ああ、やっぱ音質どう？おかえりなさい。さっきパソコンで配信したのとさ、こっち音質どっちがいい？お茶ばっかりざんす。音質どっちがいい？まあちょっと後で歌うけど、こっちの方がやっぱいい？OS 宇宙人サブス解禁されたって何ですか？知んねえぞ。おい。ちょ、待って。 OS 宇宙人サブス解禁されたって俺知んねえぞ。こっちの方がやっぱ音質いいんだ。ちょ、待って、俺知んねえぞ。それ本当か？お茶番くらいざんす。こんばんは。 OS 宇宙人がサブス解禁されたってマジで？解禁されたって本当に？こんばんは。それどこ情報？なんで俺さ知らないの？なんで作曲者の俺は知んないの？アップルミュージック来てる。嘘。アップクルミュージック来てる。今までなかったじゃん。 LINE ミュージック、いや、アップルミュージック俺も持ちやってるけど今までなかったじゃん。え、なんで知らないの俺が？ふざけんなよ。なあ、なんで俺が知らねえんだよ。おい、なあ、おい、おい、ふざけんなよ。印税行く？来るのかこれを、印税俺にさ。いや、来るだろ。いや、ほうれん草、報告、連絡、相談しろ！なあ。キングレコード？ああ、そっか、キングレコードか。キングレコードだったらけど仕方ないな。確かに、ワーナーミュージックではないかな、確かに。何も法則、いや、じゃあ、キングレコードか、あれ。そっかそっか。ああ。そっかそっか。キングレコードか。来るかねって。リスナーが優秀すぎる。ねえ。うん、いや、でもそれでもやっぱ俺に連絡多分来たりすんだろう。おい、俺けど今週、作曲者にも何もないんだよ。いや、でも、印税入るよ。入るに決まってんじゃん。お前らタップしまくれ。クリックしまくれ。こんばんは。キングレコードに甘いな。足りねえだろ、お前。兄様出してくれたんだからな、もう。キングレコード行きてえわ、今からでも。ワーナーより。こんばんは。お前、ワーナーやめて、俺キングレコード行きてえよ、ほんと。あそこアニメいっぱい、アニメ枠いっぱい持ってっからさ、絶対。ワーナーアニメ枠全然ねえんだよ。全然。コロンビアはアニサはまた出て。いやー、だって俺キングレコードでもポニーキャニオンだったら、ポニーキャニオンとかだったら C 級巨人のタイプもっともらってるぜ。いや、だから事務所によってだって変わるじゃん。事務所によって変わるじゃん、そんなんさ。そんなん事務所によって、あのポニーキャニオン入ってるかな、キューンレコード、ソニーミュージックエンターテイメント。俺、ワーナーは何が強み？海外が強み。なあ、海外が強みって言って、なあ、全然そんな来ねえぞ、海外からよ。おい、仕事がよ。おい、何考えてんの俺、ワーナー、これ。なあ、うちの事務所おかしいんだって。海外が強みとね、言われてんだよ、昔からさ。あのさ、ワーナー。海外、サンダーキャッツあるじゃん。まあ、確かにな。だから海外は強みだから、サンダーキャッツのアニメタイアップ決まったけど、いやけどさ、日本のさ、やっぱさ、日本のアニメのタイアップ決まりてえわ。海外アニメもいいけどさ、いや日本のアニメのタイアップまた決まりてえわ。そんな、いや俺はだって絶対これ事務所ってあるもん、やっぱさね。え、やっぱポニーキャニオンでもどこでもいいんだけどさ、他の事務所とかさ、やっぱさ、あのドラマが強い事務所ね。え、アニメタイアップが、ドラマタイアップが強い事務所とか、アニメタイアップが強い事務所とか。うん。移籍する？絶対しねえ。なぜかっつうと、ワーナーは、配信も、何でもかんでも許してくれるから。うん。何でも OK だから。何でも許してくれてるから。ワーナーラブですよ。うん、絶対俺移籍しないな。うん。そう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 。配信でこんなお金、お茶ばかりざますなんて他の事務所だったら言えない。他の事務所だったらもうあれ、絶対もう9割取る、8割9割、お茶ばくで稼いだ金、うん、取られちまうから。もうやばいと思う。うん。俺はだからこれ1回の配信で5万円とか稼ぐわけじゃん。5万円でも稼いで、だから多分、俺に残る金って多分、1000円とかになるよ。残り4万9千円多分ワーナーに取られるぜ。うん。でもそれが普通だと思うよ。それが普通だと思うよ。うん。だから行ったらワーナーとかでよかったよ。ワーナーとかでよかった。ああ。インディーズだったら全部入るもんね。ワーナー。
そこあるよ。そう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 。作詞はえげつないね。いやけど他の事務所な、いや普通だよ、それがそれが普通だよ。むしろ俺んとこは異常なんだよ。ギター独学ってだけは。え、あ、はい、独学です。映像系見て戻ってきた。なにそれ。うん、ワーナー寿司、うーん、ワーナーにそんな取られてたんだってねが。俺取られてないよ。俺一銭も取られてない、ワーナーに。うん、野郷さんすごいな。そう、ワーナーの強みはそう放任主義なとこだから、自由にやらせてもらってるよ。うん、だからワーナーラブですよ。ワーナー、あ、ね、ワーナー、アイラブワーナー、ワーナー、君と出会えてよかった。最初はワーナーかと思ったけど、ワーナー、罠にかかったと思ったけれども、あんな聞いてくれ、ラブラブ、こんなに一緒にやってきて、ラブラブ。わーなー、あんな聞いとくれ、言いたいことはいっぱいあるな、お互い傷つけたり傷ついたりしてきたな、わーなー、あんな スタッフと共にやってきた新生かまってちゃん、裏で頑張ってくれてありがとな、ろくにあんま仕事もくれねえけれどもさ、ツイキャスのお茶爆とかニコニコチャンネルとかめちゃめちゃ稼がしてもらってるから、別にいいぜ別にいいぜ、俺は別にいいぜ。かけるわな、俺の罠に引っかかれよ、わな、わな、あわな補助編、あわな補助編。Yeah, you give us something. I will give you all my heart. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. When please say that something, I think you're the man.When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. When I touch you, I feel happy inside. And when I get you, I feel mine.I want my Yeah, you get us something. I think you understand. When I say the
of your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your春がもうすぐやってくる。そんなことを君は言う。いつも遠くから君の顔が見えているよ。タンポポの夜に雨がついた。君が向こうからやってくる、やってくる、飛んでくる。まばたきをする前に君に手を伸ばして掴みたい。そう僕はどっか飛んでいってしまう。君を地上から掴むって離さないぜ、離さないぜ。高嶺の花の一さ、僕には届かない、届かない。君を追いかけて追いかけて、ページをめくって白いページにまたクレヨンで書く君の顔をさ、君の顔をさ、書く君の顔を、白いそのページに俺のクレヨンで塗りたくって書く君の顔を、僕だけのクレヨンで君の顔をどん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 塗りたくってゆく。 Now ものは俺の目の前にあるから、今俺の目の前にあって、そう消さないように大切に尻尾を使うんだよ。俺ポケットに入れちまうからさ、逃がさないぜ、逃がさないぜ、連れてってくれよ僕の言葉、連れてってくれよ、飛んでくなら僕のことも。飛んでっていくなら僕のことも。
見てね、長靴やるわ。こんな風に新生川町曲が生まれていくんですね。そんなことはありません。図書館によってあと数ページ読み切ったら終わる。冒頭語りは長いとダメさ、歌詞は略して。ああきっと君はこんなメロディーのような人間なんですね。指はトイレペーパーに書いて穴がスペンジョと同じでさ、数字をバックに画面バックに歌詞は略して。ああきっと君はこんなメロディーのような人間なんですね。図書館によってあと数ページ読み切ったら終わる。こいつが終われば僕は死ねるのさ、それでも君が。ああきっと君はこんなメロディーのような靴を履いているのです。緑の長靴、緑の長靴。いくつになったか考えたくない。雨の中で、ああああ楽しそうに踊るから君が。ああああ今はちょっと考えたくない。逃げてくさ、ああああ雨の中踊ろう君と。ほら Get dance Let's get dance Let's get dance さあああおおダンス Let's get danceLet's get dance, let's get dance, let's get dance, let's get dance, oh dance, let's get dance, let's get dance, さっきよりの子さん元気っつーね。さっき弾き語り配信やった時より一気に元気になったっつーね。どういうことよ、いきなりめっちゃ夜型。まあ確かに夜型だからね、今時の子。何にもできないさ、ゆー今乗ってきてるっていうね。酒はだって抜けてるんだよ今。酒は完全シラフだよ今。目が覚めたのかな。本当だよな。
さっき眠かったのかな。いやでもわかんない、息やっぱお風呂入って疲れがなくなったのは確か。さやかな朝聞きたい。眠たいなんて言ってたけど今はもう12時か1時になったのか知らないけれど俺はこうやって今ちょっと元気になってるニートみたいな生き方をしているって夜がたらガタガタ抜かすなてめえらあーハンマーで頭ガツンとガタガタしてやるぜてめえの歯型を取って抜いてやるぜワニワニパニックみたいにワニワニパニックみたいにワニワニパニックみたいにしてやるぜあいあいだから影はつけねえ人生に影なんか今までついたことがあったっけなそれそれは勝手にやられた太陽さんこんにちはおはようございますでもお前はいつも僕と目を合わせないからそうさ今はまあ住宅側に行って就職してるんだお前はもうでもいいだろ俺のこの地下舞台になって行くってそりゃ俺のニートの生き方だからさのんのんびりとやっていくぜそれが僕のこの生き方だからああ解けよ知らねえよお前のは合わせる顔はねえよ合わせる顔はねえよ太陽さん今日はみんなが歩いていく通り過ぎていく俺の人生をどんどんとそれはリレーじゃねえ俺には回ってこねえバトン肩と音が鳴った頭の中のスイッチが何かにぶつけた音さ俺のそうタンスにゴン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 とっとっとおっとっと今日も食べたいあコンビニに行って足を重くて今日はおっとっとをおっとっとおっとっとを塩で振りかけて食べて食べて食べていくふらっと歩くぜ知り合いかよ、再会は再会になって、あと俺の即興ショーですか。
即興ショーでした。まあ乗ったね、楽しかった楽しかった。元気だよのこさん。あっつーい、やばい、汗かいた、あっつ、汗かいちった、ふわー。いやいやいや、まさか深く汗流したのに。ハロー、こんにちは。こんにちは。いや、いい汗かいたよ、今日は。あ、そう、俺、今日は LG21、そう、こういうのを最近飲んだりしてる。代謝いいよ、僕。だから、こういうの最近飲んだりしてる。あの、免疫力高めるために。こんなん最近からだよ。うん。これ、現代社会を生きる、あなたへ。乳酸菌。あ、お茶はカイザース。もうこれで終わりするわ。こんばんは。これで終わりするわ。はい。そう、最近こういう胃で働く、これめっちゃな。初見です。名前一緒ですね。はい、よろしくお願いします。あー、もうほんと疲れた。え？うるせえよ、この野郎。まだってもう。なんか食った？何も食ってないよ。ちょ、この後コンビニ行きたい。ちょっとお腹空いてきた、さすがに。何だ？お茶番ガイザーっす。配信アイザー明日。また配信するよ。お茶番ガイザーっす。バンドスタジオ配信もさ、あのさ、3人だけでもいいからさ、やるときやったらやるね。バニラって美味しかったでしょ、これさっきの。やべえ、俺めっちゃ元気になってる。やばいな。俺のこの元気をさ、あのさ、誰かに分けてあげたいぐらいさ、僕今元気になっとるわ。お茶ばっかりだす。お前ら社会人に、ね、明日働く社会人に、あの、この僕のね、ほどばしるこのエネルギーを分けてあげたいわ。ああ、確実に寝れなくなるから。分けてください。逆か、あの、確実に眠れなくなるから。うん。今働いてるから分けて。あの、手をね、手を合わせれば、僕とこれ、手を合わせれば、あの、今、ハンドパワーは、あれ、やってるから。ハンドパワーって、これ今、手を合わせなさい。手を合わせればこれ、あの、送ったでしょ、これ。あの、もらった、これ、コンビニ何買うの？コンビニなんか鶏しか買わねえよ。はい。これで、あの、パワーを、今、これで受験落ちます。お茶番ガイザーズ。受験落ちねえ。あの、これで学生の人も、あの、インター試験だかなんだか知んねえけど、インター試験じゃねえ、なっけ、センターワーク、お茶番ガイザーズ。ね。センター試験、受かりますわ。お茶番ガイザーズ。はい。ね。センター試験受かりますわ。はい。いや、もう、とりあえず、これでパワーがね、僕のパワーをみんなに分けて、僕もこれ眠れることをね、あの、願う、ね、眠れることを願う美女だよ。眠れることを願う森の美女ですよ。お茶番ガイザーズ。眠れることを願う美女ですよ。やばいな、俺、本当に。本当、俺、寝れんのは今日。朝の、本当、違う、朝の8時か7時に今日、あの、昨日寝て、昨日は朝の7時か8時寝て、で、今日は夕方の6時に起きて、んで、6時20分からずっと配信してて、6時間配信してんだけど、今。だからちょっと、今こんなになっちゃって。1位のテンションじゃない。だって、昼夜逆転してるもん。寝るのだ。お疲れ様。ペンギンの島もうやんねん。のこさん元気だな。だから違う、お前らにとってはまだ、朝起きてるお前らにとってはまだ朝11時みたいなもんだよ、俺にとって。うん。いつも二度寝するの。俺に二度寝三度寝してる、いつも。うん。いつもなんかね、12時に一回起きちゃうんだよね。12時か、朝の11時か12時に一回起きちゃって、そう、その後、ちょっと起きて、んで、寝ちゃう。いつも二度寝三度寝するんだよ、俺。うん。日記さっきの、何？それ昼、眠い。最近寝るの夜中の3時。健康的だね。おトイレ、俺も3時とかに寝たい。最近だから朝7時とかに寝てるから、お昼、二度寝、だから、確かに昼、あ、ね、俺リツイートとかしてんじゃん、昼。そうそうそう。リツイート、休みの日。ちょっとね、バンドスタジオ配信も、3人でも今サポートメンバーだから、ゾックとの対バン。ゾックとの2月の対バンで初お披露目するから、こんばんは。ゾックとのお披露目配信時に、お披露目する時に、対バンのサポートメンバーの人をやるから、その時に、そう、その時に初お披露目。ゾックで、サポートメンバーね。うん。サポートメンバーもね、その日ね、多分全曲やる、多分剣さんも任せると思うんだよね。ゾックとの対バンの日。サポメンだけ、うん。サポメンだけって何？
剣さん、だから剣さんと、その若いサポートメンバーの小僧、小僧って言い方まあ年下の男がサポメンで今決まってんだけど、いやベース二人ってことじゃないよ。その小僧が、まだ、やっぱ小僧だから、ライブ慣れしてない小僧だから、若い子の小僧だから、だから、今日、剣さん来れんの？やっぱ剣さん多分来れると思うよ。だから多分、曲も、その小僧が、小僧って言い方失礼だな。そのね、その子が、そのサポートメンバー決まった男の子が、そいつは数曲やって、剣さん、まあほんと剣さんがメインみたいな感じだと思う。うん、若者ですよ。結構若い。そんなにキャスないよね。だからわかんねえって対バンだから。うん、剣さんはだから、うん。そう、剣さんが、てか俺ね、そっちの小僧はめっちゃ良かったんだよ。だから、そっちはもうさ、サポートメンバーでさ、俺らメンバー3人とさ、そいつでスタジオさ、何回か入ってさ、そいつはすごい俺良かったんだよ。声とかも、技術も。で、逆に剣さん一回はまだ入ってなくて、あいつのおっさんのがちょっとね、大丈夫かなって。剣さんコーラスはできない。剣さん喋ることしかできないよ。ね。のこくんって。のこくん今日も頑張ろうって。うん。コーラスやらしたら歌う途中で、のこくん今日も頑張ろうって。喋ることしかできないから。剣さんはいつもそれだから。のぐ今日頑張ろうね。頑張ろうねって。可愛いんだよ。剣さん可愛いんだよ。うん。剣さん可愛いんだけど。うん。あれはモテるよ。映画のタイアップもそうもらったからな。剣さん映画化されたから。いや、あれはね、やっぱね、あの可愛さがあるから、やっぱ映画のタイアップも決まるんだよ。愛されキャラ。うん。あれすごいよ、剣さん映画化すんな。うん。じゃあ、どうでもいいけど、ほんとさ、主題歌よこすよ、あいつよ。な。ついさ、つなぎ切るの。切る。多分切るよ。うん、すごいよね。うん。いや、ほんと主題歌よこすよ、あいつよ。うん。松坂さん、なんか、ももきくんみたいな人でしょ。なんか、有名な俳優さんでしょ。俺、知んないんだけど。うん。愛嬌ある。いや、まあ、とりあえず、通りくん俺、知んないんだけど。まあ、とりあえず、すごいよな。うん。もう、千葉銀は、うちの千葉銀はさ、金がなくてさ、ね、地獄に落ちたっつうのにさ、剣さんは新生かまっちゃんを踏み台にして、もう、大天国にまで駆け上ったよ、あいつは。ね、お金もいっぱい稼いでんだろ、あいつ。剣さんは。すごい話だよね、やっぱ。マネージャーのがさ、大出世してさ、ね、大出世して、お金も稼いでてって、ね、うちのメンバーよりも。それってすごい話だよ、やっぱり。いやー、下克上だよ、剣さんは。さすが。俺は剣さんはやっぱ、さすがだと思ってる。うん。奥さんもすごいしね。うん、犬山さん。うん。松坂通りって読むよ。そうなんだ。剣さんの映画もちょっと一回ぐらい見てみたいな、ほんと。それ、公開されたら。うん。剣さんの映画ちょっと見てみたい。気になるわ。気になる。犬山さん。うん。すごいサクセスストーリーだよ。うん、だって、ついさんってだってもう、あれだよ。家とかなくて、服もなくて、裸で生きてたんだよ。新生かまってちゃんと出会う前は。大阪のあのやべえとこで。うん。野生児。だからほんとそうだよ。まあ、そっからの下克上だから、すごい人生だよ。そう、西成。西成で、もうずーっと住んでた。そう、西成、剣さん。そっから新生かまってちゃんに出会って、俺らを踏み台にして、ね、すごい人と、犬山さんと結婚して、もうすごい、ブワーって言って。いや、踏み台って言うけど実力だよ。いや、剣さんに限ってはね、俺ね、実力だよ、あれは。やっぱ、愛嬌があるもん、あの人は。うん。剣さんはやっぱね、踏み台にされがち。いやいや、剣さんはけど、やっぱ俺も知ってるけど、あの人の漫画も面白いっすわ。実力だよ。普通に高学歴だもんね。ついさ、高学歴だもんね。頭もいいし、ずる賢いんだ、あいつ。あいつずる賢いんだ、あいつ、マジ。文才。愛嬌欲しい。いや、だから、剣さんと僕に学んでくれ。愛嬌だから、世の中。ね。ずる賢い。いや、俺はずる賢くないけど、ね。剣さんはずる賢い。うん、愛嬌もあるし、
ずる賢いね、剣さんは。俺はもう愛嬌が、愛嬌だけしかないけど、愛嬌でのし上がったけど俺は。やっぱ愛嬌欲しいな。いや、ほんとね、適当に笑っときゃいいんだよ。ね。適当にヘラヘラ笑っときゃいいの。うん。愛嬌欲しいっていう人、まず適当にヘラヘラ笑っときゃ、俺みたいに。愛嬌、あれ、俺なんか愛嬌しかねえだろ。俺バイトしてる時とか、おばさんとかに対して、ね、いじめられてる時でも適当にヘラヘラ笑っては、処世術で、それは。な、ヘラヘラ笑っときゃ適当に。面白くなくても。面白くなくても、適当にヘラヘラ笑っときゃいいんだよ。うん。おやすみなさい。愛想笑い。愛想、私はダメだな。だから、ダメなんで、それもできない人いるんでしょ、愛想笑いも。うん、愛想笑いも。結構それ、俺だから癖になってるからさ、ヘラヘラ笑うの。うん、もう、面白くねえのにヘラヘラ笑ってんじゃん、俺。うん。それ大切。心が死なない。うん、死んでる。いいじゃん、心なんか死んだって。な。心なんか別にさ、もともと死んでるようなもんだしさ、いいじゃん。私もヘラじゃん。まあ、でもそんな別に死なんよ。そんな死なないと思うけどな。自分をサンプルとしてみたら。うん。心から笑ったことある？あるさ。あるさ、そんなもん、心から笑ったことは。配信でもあるよ、いっぱい。何言ってんだよ。心から笑ったことあるよね、俺。うん。あるはずだよ。頑張ってぞ。心から笑ったことなかったらもう人間やめてんじゃねえか。なあ。悪魔じゃやべえじゃねえか、それよ。なあ。ふと笑う。あるよね。俺のこさんあるよ。あるはずだよ。心からちゃんと笑ってるとき。あるよ。あるある。うん。俺素直だもん。仕事中が。先日のラジオは無理してんの。あ、まや、もうお会いするわ。俺ちょっとやばいわ。もう今。あれやばい。もうハイになっちゃってる。俺これ今飛び降りちゃうかもしれない。このまま行ったら。このまま行ったら俺団地の5階まで駆け上がってって、飛び降り配信しちゃうわ。ダメだわ、ダメだ。すいません、ちょっと抑えないと。ちょっと薬飲まないと。お薬飲まないと、ほんと、デパス飲まねえ、ダメだ、デパス。デパス飲まねえと。ほんとに。この興奮を抑える薬をさ、ね、よっかんさんだよ、よっかんさん。興奮した時に飲んでくれて薬ある、俺をもらってるから、ちゃんとよさ、よっかん。デパスはもらってないよ。デパスはもらってないけど、なあ、リーゼとよっかんさん飲まねえと。いやでもほんとこういう時とかもマジでね、あの眠れない時あるんだよね。その鬱とかじゃなくてさ、アッパーで頭がぐるぐるさ、いろんなアイディアとかさ、なんかうわうわってなってさ、それで眠、そう、はい、そう、はい、アッパーの方で眠れない時もそうあるよね。これもほんと薬飲むしかないよな、実際な。うん。わかるよ、よっかん。寝るのは飲まんの。寝るのは、いや、寝るのは飲んだって別に、ね、寝るのは聞いたような感じするわけなんだもんさ。先でしょ。いや、だから、あの、薬飲んでぶっ飛んだ方がいいな、一応。そういう薬あんのか。あるよ、精神薬。精神薬よ。うん。大麻。まあ、俺、大麻なんか、ドラッグとか大麻とかやったことないからわかんないけど、大麻とかそういう時もいいの。お前ら犯罪者だから。お前ら犯罪者だから、リスナーで知ってるやついるじゃん。あの、なんか、大麻育ててそうなリスナーたまにいるじゃん。大麻って寝る前とかもさ、あのさ、あれ聞くの？大麻、それ大麻ってそういうの聞くの？髭剃ったよ、さっき。抑える薬もあるんだね。あ、あるよ、あるよ、あるよ。うん。いや、お前ら大麻に詳しいやついるじゃねえかよ。いや、お前らいつも大麻の話するとさ、早くさ、大麻吸わせろってさ、なんか連投するやついるじゃん。なあ。逆にアッパーになりそう。わからん。これ、CBD リキッド吸え。お前だよ。お前みてえなやつだよ。おい。ほんとによ。解禁されてからやれよ。捕まんないより気をつけろ、ほんとによ。なあ。唇。大麻。ああ、けどなんか、だから、寝るのに、合法だしって何か、お前、おかしいじゃん。まだだからね。日本で合法はまだだから。やべえな、やっぱ。頭おかしくなるんだよな。タイマ吸ったら。合法だしって何言ってんだ、こいつ。いや、海外、なるほど、海外の人か。海外だったら、まあ合法なとこは合法だけど、タイマ、アメリカとかね。うん。CBD リキッドは合法じゃないっけってないか。知らねえよ。CBD リキッドって。それ業界用語やめろ。ドラッグ業界用語。いや、なんだそれ。なんだよ、それ、本当にさ。まあ、とりあえず、いろいろ、寝る前で、だから、タイマスって、こうやって、すやすや寝れるんだったら、それはいいなって俺も思うよ。
うん、大麻。うん。まあ、まあ、日本もけどアメリカの後追いだから、まあけど、あれいずれは解禁されるよ。うん。何年後かわかんないけど、まあ日本はちょっとそこら辺ね。あ、まあまあなんかね、うだ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 なんか言ってるのあると思うけどさ、いつかは解禁されんじゃないの？日本も。逆に酒と、あ、酒は大丈夫か。タバコは多分もうダメだろうな。大麻良介ってやめろ。いや、ほんとタバコはもうダメだろうな。タバコは。タバコは本当になくなるだろうね。それまではストゼロで。メロトニンサプリでも寝れるけど寝すぎる。サプリあんだぜ。解禁されたらタバコはもうダメだよ。タバコは絶対もう絶滅するだろう。タバコ絶滅してもいいけど俺は。俺はいいけど、酒じゃなかったらいいよ。ギャバ。ギャバ。酒じゃなかったらいいよ。いや、さすがに酒がね、ダメですって言われたら、いいですって言うよ。ダメですって言われたら、そうです。いいですってなんだよ。いいですって言うだろ。酒はいいですだよ。酒はいいじゃん。だってさ、酒はだって規制されたらマジでさ、ダメじゃん。こっちはダメになるじゃん。いや、ほんと俺酒だけはほんと、いい加減にして、やめてくれ。酒やめれるのって、やめれねえよ。酒は無理だよ。酒と精神薬はやめてくれ。規制しないでくれ。それは本当に。タバコはいいから。タバコは規制していいから。いや、酒はちょっと厳しいわ。酒とね、精神薬はちょっと厳しいわ。タバコやめれる。タバコは頑張ればね、頑張れば裏で吸うぐらいには抑えられる。酒は料理に使うだけだからな。酒にも、料理に使うだけじゃねえよ。俺にも使うだろ、そんなもんさ。俺食いもんじゃねえけど。料理だけじゃなくて、そんなもん、あれだよ。そんな今、だから、ストレス社会でそんなもんさ、作詞するときも吸うのって、作曲中なんかバン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 吸っとるわ。てか俺、作曲中と配信中しか吸わないんだよ、タバコ。作曲中はもうスパスパ吸ってる。やばいよ。作曲中は本当にやばい。めっちゃ吸ってる。だからまあ、作曲中とかも、だからタバコなくなるのきついんだけどね。やめられん。いや、なんで吸いたくないのって、何をだよ。吸いたくないのとかじゃない、ないだろ。吸いたいよ、俺は。俺は別にタバコでも吸いたいよ。な。男だし、ミュージシャンだしね、どういうことだよ。吸いすぎちゃう。規制で嫌になるよね。いや、でも、酒が規制されることは絶対ないっしょ。酒が規制されたらバトルアーマーつけるよ。バトルアーマーつけて国会議事で行くよ。バトルアーマーが何か知んねえけど、なんかそういうの作ってトゲトゲの服着て。いやでもさ、みんな絶対そうするよ。あれ、酒を規制されたら、規制された日には、絶対にもう、デモはやばいと思うよ。デモやばいと思うよ。絶対デモやばいっしょ、その時のデモは。いや、マジで、死人出ると思うぞ。トゲトゲ。アル中、いや、絶対や、暴動絶対やばいって。俺、精神薬もやばいと思うけどね。まあ、精神薬は、まあまあまあ、どうなんだろうな。メンヘラがいっぱいいるから、ちょっとわかんないけど。けど、まあ、暴動起きるんじゃない？メンヘラはメンヘラで。いや、酒は絶対暴動参加する。俺も参加する、そんな。無理だよ。ざけんなよって。なあ。そんなん言うんだったら、社会から変われよ。なあ。社会から変われよって、なあ。本当にさ。いや、だから、まあまあ、でも絶対酒は大丈夫だよ。ね。酒は大丈夫だよ。アルカポネが証明したろ。アメリカでアルカポネが。喫煙者禁止されても暴動なっそう。まあまあ、まあな。まあ、ギリな。確かに。喫煙者は確かにね。アルカポネが、アル中からみんなで。アルカポネがもう、禁酒法で証明したから、アルカポネがね。酒は規制したらダメなんだよ。ね。アルカポネがそれを証明したから。朝まで配信しねえよ。俺明日耳鼻科行くから。ちょっと俺扁桃腺が、まだちょっと治ってんのか治ってないかよくわかんないけど、ちょっと。髪ヘルかぶります。お前だけかぶってくれ。こんばんは。俺もう終わりにするわ。ちょっともう、テンション下げて、もう、コンビニ行こっかな、やっぱ。お腹空いてきた。さっきお腹、なんかみんなが、なんか食べないのって、そそのかしてくるから。龍角さんもなんかね、雨、そう、いいらしいね。何買うのってコンビニ丸ごと買うよ。ずっと配信してほしい。無理になれる。気をつけていってね。また配信するよ。また配信します。てか、あと、バンドスタジオ配信もできるときやるから。
それちょっとあれやっぱ優先させたいからさ、あの練習をなんか練習した後だから、やるとしたら練習またね5時間とか4時間とか5時間とかみっちり練習したと、めっちゃ疲れた後、めっちゃ疲れてる中でいきなりやるか、それでもいいよね、それでもいいよね。多分テンションめっちゃ低いかもしんないけど、あそれほんと疲れてるから。なあ最近のバンドスタジオ配信そうじゃん、もう5時間とかさ、あのさめっちゃ練習した後にさバンスタ配信やるんだけどさ、もうなんか疲れた、もう疲れてるんだよこっちはみたいなさ。いやこ俺は別に無理やりテンション上げてやるときやるけど、いやだからそんな感じで車でコンビニ行くの、車で行くに決まってんじゃん、もう先切れてるもん。逆に平気なんか、いや平気じゃないけどみんなのためにやるよ、うん、配車嬉しいよあなたと、だからみんなのためにやるよ、息してくれいつでも大丈夫、ああですこれから欲しい、ありがとうございます、無理しないで、いやまあ無理しない、そう無理しない程度にすら他のメンバーの意見もあるし、うん、みんながちょっと俺みんなにも聞いて、あの本当に動ける喋れるって聞いて、それであの判断してやるよその時、うん、お酒本当に切れてる、本当に切れてるってないか、本当に切れてるよね、ほ切れてねえよなんて言えねえだろ今さ、なあ切れてなくても絶対切れてないって、切れてなくても飲酒運転なんだこの野郎飲酒運転しますよって言ってるもんだろ名前や、酒は切れてんだよなあ、本当に切れてんだよ本当に今切れてっからね、お風呂入って、うん、歩いて行こうよ、歩いて行こうよ、いや歩いて行くとだってさ何区間だろうな、うん、あ歩いて行ってもまあ10分ぐらいか、うん10分ぐらいか、 おやすみなさい、ダメだよマジって、だから酒切れてるっつってんだろうが、まあまあでもまあまあ、あじゃあ歩いて行くわ、歩いて行くよ、うん、歩いて行きます、歩いて行きますね、歩いて行くよ、うん歩いて行くよ、コンビニ配信しよう、うん、じゃあ歩いていくわね、もう捕まらないようにね、あやっぱリスクセーブだな、やっぱリスクセーブ、リスクセーブ、人生風邪悪化したら飲酒運転ダメですよって言うのよ、ああ飲酒運転、いやもう リスクセーブだ、やっぱリスクセーブ、リスクセーブ、嘘くさいホットとかだから言ってくんだろ、ふざけんなよ、俺はこう言ったら絶対本当にこいつね絶対嘘だろって絶対みんなほぼ思ってるでしょ、な何言ったってもう無駄なんだよこんな何言ったって無駄じゃん。ねえ、こんな俺何言ったって無駄じゃん。これもう何言ったって無駄でしょ、こんなもんさ。寒くて車乗りそう。うん。コメントがうるさいから歩いていくと言って。だから何言ったってさ、でも信じてもらえないだろ。俺なんて狼少年なんだからさ。俺なんて狼少年なんだから、何言ったって信じてもらえないだろ、なもん。うん。まあ大丈夫っすよ。ほんと捕まんないっていうか、まあ、ちょっと俺もちょっとコンビニ行くかもね、わかんないけど、あるんだよ、そもそもが。よく考えたら、こんなに、カップラーメンと、いや、こんなに、こんないっぱいあるじゃん。全然、あ、けど行かなくてもいいや。うん、てかこんなにいっぱいあるんですよ、もう。カップラーメンと UFO と。はい。うん。あんまけど外行きたくないんだよ。俺、外寒いから。今日も、レストラン、フレンチレストランで外配信ね、サラダ食べに行こうとしたけどさ、やっぱ寒いからやっぱね、外配信する気になんねんだよな。うん。俺もやっぱ今、痰が出てさ、ね、あんまりなんか、体調も、病み上がりでさ、ね、なんか、そう、UFO 大盛りや。私も今スープ飲みました。やっぱ痰がすげえんだよ。なんか。寒くないまだお大事に。皆さんもちょっとお大事にね。てかみんなは体調大丈夫？みんなは体調最近は大丈夫なの？うん。今は、最近は、具合は治りました。大丈夫、万全。風邪ひいてる。やっぱ風邪ひいてると絶対多いっしょ。大丈夫じゃない？風邪治った？みんな。やっぱ風邪ひいてる人はいるけど、今ぎっくり腰ってやばいらしいね。メンタルは死んでる。おやすみなさい。なんとか。なるほど。喉い、ちょっと喉い、インフル A 型。あ、インフルになってんだ。お気をつけて。はい。何年も風邪ひいてない。すごいよね。何年も風邪ひいてない人は。寒いから気をつけて。冬眠して大丈夫。よくないがよ。のごさんも早く完治してね。俺全然もう俺毎月風邪ひいてるから、うん、インフル検査ほんとさ、2ヶ月間の間にさ
ね、6回インフル検査してるってやべえって。ね、6回インフル検査してるって本当にやべえよ。インフル検査マンだよマジで。なあ、ちょっとね、こんな人生で初めてだよ俺、2ヶ月間の間に。うん、熱よく出るもんね。いやー、ちょっと気をつけたいな今年、健康に。いやー、ほんと怪我もそうなんだけど、ちょっと体調にもマジで免疫力上げてこう。コロナウイルス気をつけて。コロナウイルス、あ、昨日も一昨日も言ったけど、基本的にやっぱ手洗いはだから、うがいと、もう万全なうがいと万全な手洗いな。もうしつこく、もうたったこんだけでいいから。インフルエンザとか、コロナウイルスとか、ペストとかさ、パンデミック系の細菌対策。もう、長いこと、食事も、歯磨き、体温上げるといいらしいよ。あ、そうなんだ。うん、手洗い20秒、30秒。あ、そうなんだ。20秒、30秒も。マジで？そんなする？20秒、30秒するの、手洗い。マジで？そんなにすんのこれ。え、俺、5秒しかしてねえわ。え、違う、5秒ってか、俺、それ、インターネットでさ、手洗いした方がいいよっていう情報の場合は、1.6 秒。1秒しかしなかったんで。さって。さって。20、いや、これマジなんだけど。え、20、30秒もすんの？ 20 秒、30秒もすんだ。石鹸ある？ない。2回洗うのも良いらしい。指の間を切る。20秒マジかよね。30秒洗いしたらほとんどの菌が落ちるらしい。あ、そうなんだ。え、本当に、俺、今、ネット情報を見て5秒しかしてないけど、その前まで1秒。さって。うん。風邪の原因やんけ。逆に？え、逆に原因なんのそれって。さだと。石鹸使おう。石鹸使おう。石鹸って逆になんか、綺麗とか、なんか、逆になんか、免疫力が落ちるって聞いたけどな。バイ菌落ちきってないよ。爪ブラシ洗えさ。猫の手みたいにして洗うの。何お前な、おしゃれな言い方してんの。何猫の手みたいな、洗うのって。そうなの、石鹸使っても20秒経たない。爪間も。ことは除菌シートで拭いている。牛乳石鹸で良い。ずっとみんな詳しいな。コロナウイルスの歌を、コロナ、何言ったらバカしねえ。ね、綺麗とか、ね、コロナウイルスの歌歌ってほしいです。お願いします。歌うわけねえだろ、ボケ。な、頭おかしいやついんな、これな。うん。コロナウイルスの歌を歌ってほしいですって。そんな歌、存在するんだったら教えろ、逆に。逆に教えろ、その歌。コロナウイルスの歌が、この世に存在するんだって。歌ってやって、だから。コロナウイルスの歌を教えろ。おうち教えろ。俺知らねえんだよ。おい、どこの歌、おい、どこ発祥の歌だよ、それ。コロナ、人類を殺すな。コロナ、人類を殺すな。これコロナウイルスの歌じゃねえ。コロナウイルス側の視点じゃねえじゃん。これ人類側の、人類視点の歌じゃん。人類視点の歌じゃん。コロナウイルス視点の歌だったら、コロナ、人類は、おこだ。だから、殺そう。はい。コロナウイルスが歌うと、上げ、ソプラノ。人間視点だと、あると。はい。それの違いはあります。まあまあ、ウイルスも生命体だからな、言ったら。ウイルスと我々は呼んでるけど、まあウイルスからしたら、俺たちがウイルスだからな。これはマジで。うん。俺たちがウイルスだからな、ウイルスからしたら。うん。だからそうだよ。視点を一つ変えたら、別にどっちが悪とかそんなんじゃないんだよ。この話って。
うん、もう戦争、確かにな、ウイルス対ウイルス、そうだね。まあちょっともうお会いしよう。じゃあちょっと皆さんね、あの風邪とか気をつけてね。全部悪だな。ああもうアウトレイジの世界だよ。はい、ありがとうございました。俺今日めっちゃ配信したな、久々に。うん、今日は7時間配信したのかな。皆さん今日はありがとうね。また配信するよ。はい、また配信しますよ。はい、お疲れ様です。ちゃんと寝てください、おつの子。みんなちょっとね、学校の人とか社会人の人、明日から許可頑張って。はい、ニートとか僕の人は、はい、いっぱい寝よう。おやすみなさい。耳鼻科頑張って、なんとか起きます。なんとかちょっと夕方6時に起きないように気をつけます。いやマジで昼3時ぐらいに起きれば耳鼻科絶対行けるから、昼3時ぐらいに起きたいんだよね。あ、おちょまくアーザース来てないけど、おちょまくタイムになっちった。おやすみなさい。あ、ちょ金もらったらこれもうね、終わりするわ。おやすみなさい。いや、ちょ、お前、今、お茶枠タイム、来ちゃったから。うん、金だけもらって、ずらかるわ。耳鼻科頑張ってください。12時に起きないの。いや、だから、その時絶対もう一回寝ちゃうんだって。俺、絶対今日朝6時とか寝るから、また。朝5時とか4時とか眠れない。うん。お茶枠ありがとうございます。いや、俺、絶対さ、朝4時とか寝れないから、今日。やっぱり、完全に知恵逆転してるんだよ。昨日、やっぱ、朝ね、7時半ぐらいかな。7時半寝たんで、確か。朝、昨日。もうそんなんがいきなりさ、朝さ、4時とかに寝れると思う？ね、深夜3時とか。昨日7時半寝たんだ。起きてた朝一で行きなよ。いやー、そういうの眠たくなっちゃうんだよね。そんな根性がないんだよ。そう、だからずっと起きたとか、そう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 。そんな根性がないんだよ。眠たくなったら眠たくなっちゃったって。残さない、すいません。すいません。眠たくなったら眠たくなっちゃったって。アラームしないの。だって仕事じゃねえもん。仕事の時はけどさ、アラームかけてさ、やる、ちゃんとバッてさ、起きるんだよ。うん。もう完全なる社畜戦士として、バッて起きるんだよ。ほんとすごいよ、俺。もうどんだけ知恵が来てしてても、アラームかけて仕事があったら、もう完全社畜戦士としてガッて、無理やりもう起きるから。無理やり起きる。もう、睡眠時間3時間でも4時間でも。短くても無理やり起きるから、うん、偉いっしょ。うん、そこはもうちゃんと起きる。んですぐシャワー浴びる。熱湯シャワー浴びて、やっぱシャワー浴びたりとかね、風呂入ったりとかするとさ、目覚めるじゃん。そうだからシャワー、俺だ絶対に朝シャワー浴びてるんだよ。仕事の時ブワーって熱湯をあーって浴びたらさ、そう目覚めるじゃん。うん、無理やりもう目覚まそう。うん、あ、だからそれはね、明日もやれってお前らは通ってくるかもしれないけど、仕事じゃねえもん。うん、あれきついぜ結構。あれ、絶対あれ寿命使ってるぜ。うん。元気の前借りをしてる気分だよ。あれは、あの行為は。うん、一緒同じくです。だからさ、あれ、絶対さ、元気の前借りみたいが寿命使ってるよな、絶対。もう寿命なんかまあ、縮んでもいいんだけどさ。仕事だと布団からね。うん。精神薬ありがとうございます。ね。いや40歳まで生きれりゃいいじゃん、みんな。な、40まで長生きできりゃ、40、50、な、60、70なんてもういいだろ。なあ、確かに、わかる。俺もうさ、自分がこんなんでさ、今この35歳になってさ、こんだけ毎月毎月風邪ひいてさ、やばいよ。こんなんが60歳とか70歳になってみーよ。なあ、毎秒毎秒さ、骨折するだろ。なあ、まあまあ、そこまでいかんが。なんかその毎秒骨折するだろな。あ、絶対俺もうね、やっぱダメだと思うんだよ。今この年でこんだけ免疫力落ちて。おやすみなさい。結婚もないし長生き必要ないね。長生きなんかね、価値なんかねえや。うん、俺は自分の人生とって今、うん、いや、みんなは健康な人とかさ、ね、家族がいる人とかさ、そういう人は別に長生きに価値があるかもしんないけど、俺は今リアルタイム、うん、今の俺からしたらそんななんか価値は見出せないんだよな、やっぱり。うん、なんか長生きというものに対して、いや、その長生きって別に俺そんな刹那的に今言ってないよ。そう、なんかやっぱさ、60、70、70とかさ、それ以降とかさ、ね、なんかある？あ、残って大切な人とかいないの？自分、うん、こんな人間だからだよ。
自分だから自分だから、いやそれはだから大切な人とかさ、そんなさいればさ、子供とかな、愛するキッズがな、愛するノコキッズがいればそいつのために生きてあげようみたいなさ感じになるかもしんない。いんねえんだ俺今、清志郎みたいな、今日多分ノコキッズです、こんばんは出てけお前、出てけお前、お前靴だけやるくらい出てけ玄関からお前、だからノコキッズが、もしもリアルノコキッズができたらやっぱわかんないけど、ノコさん子供いないんだ、いないね、うん、いや当分、いやもうだから結婚とか子供作るなんてとな、2万とかほんとないよ、うん、まあとりあえずもう終わりするわ、はい、明日のことは分からないし、親戚の子とかいないいないいない、親戚も俺だ、縁なんかねえもん親戚なんて、隠し子とりあえずおやすみなさい、うん、曲は子供でしょ、あーおやすみなさい、おやすみなさい、はい、俺もちょっとカップラーメン食うわ、もうちょっと外出んのやっぱめんどくせえわ、おやすみなさい、お疲れさんです、おやすみなさい、バイバイ、また配信すんね、バイバイ。